私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。鍵は嵐、相葉雅紀の演技。テレビ朝日ドラマ和田家の男たち飯テロ、癒し屋し、ミステリー盛りすぎ吉見発信も消えない不安。嵐の相葉雅紀、38、主演のドラマ和田家の男たち、テレビ朝日系、の第1話が10月22日に放送され、平均世帯視聴率が 6.3%、ビデオリサーチ調べ関東地区、と、同局の金曜ナイトドラマ枠としては好調なスタートを切った。同ドラマは、新聞記者としての確固たる理念を持ち続ける祖父、広志、段田康則64、テレビの報道マンとして最前線で指揮を取る父、周平、佐々木蔵之介53、ネットニュースの記者になった息子、優、相葉雅紀、というマスコミ一家和田家の男だらけの異色のホームドラマ。第1話は、コロナ災いで14年勤めた会社が突然倒産し、生活費を稼ぐためにデリバリーサービスの配達員を始めた優。ある日、配達先で数年間、疎遠になっていた父と祖父と再会する。優の失業を知った周平は、老いた広志を一人にしておくことへの不安もあり、3人で暮らすことを提案する。また、優が10歳の時、母、理恵、小池栄子40、は報道局の部下で7歳年下の周平と再婚。大きな災害や事件が立て続けに起こった年の秋、取材中に事故死してしまうが、葬儀の日、優がその理由を問うと、周平は家族でも親子でも言えないことがあると、厳しく突き放していた。同居をきっかけに優が家事を担当することになり、劇中に何度も相葉の調理シーンが出てくるのだが、深夜11時台の放送のため、視聴者はツイッター上でこれは飯テロドラマやん。朝食、晩酌のつまみ、土鍋で炊いた炊き込みご飯などなど、調理風景にしずる感もバッチリなどと反応。今後の鍵は相葉雅紀と脚本。また、交際相手に振られたと泣いている広志に優が寄り添うと、広志は子猫のようだなぁと目を細め、優の顎を猫のように撫で回して癒し癒されていたのだが、視聴者も同様だったようで、優くんは子猫みたいに可愛くて、顎撫で撫でしたくなる気持ちわかる、などとほっこりしていた。一方、視聴者の反響が大きかった飯テロや癒し癒しだけでなく、同ドラマには、母の死に隠されたミステリー的な伏線や、社会問題などシリアスな要素もある。そんな、盛りだくさんな内容を脚本家の大石静香宇治が見事にまとめ、芸達者な段田と佐々木が存在感を発揮したことが、今回の吉見発信の理由だろう。しかし、今後の展開に不安なポイントもある。まず、10月21日に更新された大石氏のブログ性のみに、和田家の男たちの脚本について前半は私が書きましたが、後半は脚本家が交代しますと明かされていること。同氏の手腕でまとまっていた構成が、ドラマ終盤で散らばってしまわないか心配だ。さらに不安なのが相葉の演技力だ。これまでマイガールバーテンダーは僕と尻尾と神楽坂など、同局系のドラマで主役を務めているが、その演技力の評価には賛否が分かれている。とりあえずの吉見発信だったが、好調維持は相葉の演技にかかっているかもしれない。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。